ふい。おはよう。今日も張り切っていきましょう。今朝は起こしに来なかったな。アニムスに入れ。あ？入れ、アルタイル。よく体を休めたか？残る試練に立ち向かうか？はい。ただしよ、その前にお聞きしたいことが。聞くがいい。できるだけ答えよう。ダマスカスの大富豪は町の貴族たちを毒殺しました。マハド・アッディーンはエルサレム市民を恐怖で従わせていたし、モンフェラートは王を亡き者にして悪化を占領しようとしていたと思われます。3名とも王を補佐する立場にありながら王を裏切っていたのです。その理由が私にはわからない。理由は明らかではない。テンプル騎士団が征服を望み、その3名はそれぞれの都市を支配しようと画策したのだろう。要の3都市を抑え、聖地全体を支配下に置くためだ。だがその計画はもう阻止された。なぜです？今我らの手にあるテンプル騎士団の秘宝、エデンの果実、あれがなくては計画の実行は望めないだろうからな。秘宝とは何です？誘惑そのものだ。この銀の塊が。見るがいい。一体何を見るのです？全然見ない。この銀の塊がアダムとイブを楽園から追放し、杖を蛇に変え、後悔を真っ二つに裂いた。これで女神エリスはトロイア戦争を起こし、あの大工は水をワインに変えたのだ。そんなものすごい力があるようには見えませんが、どうやって？これを持つ者は人の精神を思いのままに操れる。ひとたびこれの味を占めると誰もが虜になるのだ。ガルニエの患者。実験だな。似た効果を持つ薬草を使って秘宝を奪回した時に備えていたのだろう。ポンチュタラルが人を連れてきて、タミールが武器を。何かをやろうとしていたのだ。何かを。戦争だ。それに加え、都市を支配していた奴らは市民を集めていた。ガルニエと同じこと。完璧な市民、完璧な兵士を作り、新世界を築く。ロベールには絶対渡せませんね。生きている限り奴らは決して諦めんだろう。それなら消すしかない。まさにそれがそなたの使命。テンプル騎士団の計画に重要な人物はあと2人。悪化のシブラント、そしてダマスカスのジュバエルだ。お、どちらも管区長のところへ行け。情報をもらえよう。あと2人。仰せのままに。急いだ方が良い。ロベールは立て続けに仲間を失って苛立っているに違いない。お前が来ることを予期し、警備は厳しくなっていよう。白いローブの男を何としても見つけ出そうと躍起になっているぞ。見つかりません。群衆に紛れましょう。着替えろ。これを受け取るがよい。前回の行き働きの報酬だ。40,000円。どれっすか？お？剣。アス。頑張ります。ギャー！わー！ダマスカス。うん。ダマスカス、そう売れ。おお。見てて。わあ。ダメでした。入れない。ごめんごめん。帰る。おお。え、何がです？痛え。ちょ、バカ野郎。疲れてる。川に落ちろ。待ち上がれ、こら。お祈り、お祈り。いた。ポッポッポーじゃない。寄せて
警備員いなくなったな。死んだのかな。はい、ご苦労さん。ほい。こんにちは。ダマスカスの英雄よ。さあ入れ。聞かせてくれたまえ、君の活躍ぶりよ。悪いが時間がない。なるほど。えらくおなりだな。違う。分かっているとも。で、今日はどんな用事だ？ジュバイルという男を片付けるとの命令を受けた。サラディンの御用学者だな。そりゃまた妙な標的だ。ま、大同士のご意志だからな。きっと何かお考えがあってのことだろう。そいつをよく知っているのか？ここ数日派手に動き回っている。学者を集めたり、そいつに町で説教をさせたりな。その内容は？光と火、罪の浄化、予言めいたバカバカしい話だ。あとは道がどうとか、新世界がどうとか。新世界というのは何だ？さあな。あの手の連中の戯言にわざわざ耳を貸すほど暇じゃない。わかった。町に出てくる。情報を拾いにな。それにはどこがいいだろう？この支部の南に大学と見張りの塔があるだろう。それから東の病院、そのあたりを調べてみるといいんじゃないかな。よし、行ってくる。大学と病院。仕事熱心だな。以前とはまるで別人だ。いい意味でな。はい。なんや。偉大なる栄誉ではないか。おう、岸貝くん。スービー。おう、岸貝くん、こら。君の言っていた通りだ。きっとご自分で何とかしようとお考えだろうから、くれぐれも他言無用にな。そうだな、それが利口だ。にしても早くこの仕事から手を引きたいよ。元気を出せよ。本を火にくべるのも今日で最後さ。おい、こっちだ。預けた手紙は持っているな。はい。では行ってくれ。学院に受け取り人がいるから、そいつに渡してくれ。ビス、このロンゲな。おい、キチガイ。おい、岸貝くん。あ、殺して。あ、殺して。わかった、わかった、うるせえ。おい、キチガイ君に殴られただけじゃねえか、ふざけんなよ。もう登れない。もう皆殺しだ、バカ野郎。痛い痛い痛い、すいませんでした。全員死刑。待て。待て。痛い。暴力と恐怖の戦いか。キチガイ、これ。ここから出とこ。キチガイ、これ。取った。死がやってね。死ね。あ、間違えた。ごめん。かつてジュバイル様は教師だった。偽りを広める誤った教師であったのだ。だが、マジで？書物に書かれている知識がすべて諸君を洗脳しようとしている邪悪な捏造だ。
なぜだ、オフや。今ここで書物を燃やしてしまえば、偽りの知識に毒される心配は無用となるだろう。尋問。さあ、あいつ。書物を出すのだ。書物に書かれている知識はすべて、お前じゃねえ。諸君を洗脳しようとしている邪悪な者の捏造だ。はい。今ここで書物を燃やしてしまえば、偽りの知識に毒される心配は無用となるだろう。さあ、書物を出すのだ。ジュバイル様は物事の真の姿を見ておられるのだ。心を蝕む毒を取り除くこと、それがあのお方の目的なのだ。この町のすべての書物を我々に差し出せ。学校にあるものも自宅にあるものもだ。すべての本を焼き払うのだ。ブックオフ。どこでやろう。おいおいおい、見られている。頼むよ、私には何もないんだ。小じきババアもいる。くれ。私はどうでもいい。どうかしてる。殺されるよ。おい、なんだお前は。お前関係ない。この野郎。喧嘩だ、ただの。お前ら関係ないだろ。本当だよ。ストリートの伝説。負けそう。なんと、の野郎。勝てると思うのか。三対一、死んだ。なんだこのブッチャー。一般人邪魔だわ。え？このマヌケ野郎。何を戦ってるんだ。お前はもう関係ねえだろうがよ。どんどん増えてくる。もう剣で切りて。勝った。痛え。本当だよ。俺もそう思う。できれば暴力は控えたい。お前の主人の目的を言え。学者が知識を敵視と。私たちは道を敷いているだけだ。まもなく大勢がその道を通り、より良い未来を目指すだろう。そうとは見えないが。それは君が見ていないからだ。書物は毒だ。だがジュバイル様が毒に侵された私たちを癒してくださるだろう。彼は私たちの救世主だ。それはたわごとだ。正気を失ったか。違う。失ったのではなく見出したのだ。ジュバイル様の導きで今の私には世界の真実が見える。私は真に目覚めたのだ。教信者はみんなそういう危険な考えだ。君は君の使命を果たせ。ただし何も変わりはしないぞ。よかろう。やるんだ。大変だ。やっとてよ。ああ、いて。3。頼む。行かせてくれ。この手紙を届けないと。何を言ってる。君は操られているだけだ。それより我々の戦いに参加したまえ。無理だ。私には妻子がいるんだ。だからこそだよ、君。自分の子供にも同じ過ちを犯させるつもりなのかね。時間が解決してくれる。今だけ目をつむればそのうち元通りになるさ。何をバカなことを。日に日にどんどん失われていっている。二度と元には戻らないんだぞ。分かっているんだろう。もういい。私は行く。
キチガイ君はいない。いたら困る。はい、楽勝。よし。何かあったか？敵のことがかなり分かった。聞かせてもらおうか。ジュバイルは町から知識を奪うことに執着している。とんでもない悪党だ。アルムアリム様が標的に指定するわけだ。奴はダマスカス中の学者に手伝わせて町を回って人を脅し、書物という書物を集めているんだ。全て燃やすつもりらしい。早く止めねば。それが俺の仕事だ。間もなく奴は会合を開く。アルカラサ学院だ。そこへ行って始末をつけることになる。なんで？あ、はい。この件は君に任せる。え、教団に栄光を。はい。アルカラサ学院。リース。ここね。行きましょう。あれ？ああ、いるな。あ、テンプル騎士団じゃないの。おい。もうここ学院かい。この町の書物を一冊残らず焼き尽くすのだ。ジュバイル君、頼む、やめてくれ。どれも貴重な知識が詰まった本だ。先祖が訳あって書き記した知識なのだ。本など役に立たんわ。本は知識だ。私たちを導く。無知という闇より我らを救うためだ。違う、書いてあるのは嘘偽りばかりだ。心を毒する嘘だ。書物がこの世にある限り、真実の世界を見出すことなどできはしないのだよ。君は書物を恐ろしい毒だというのか。英知をもたらす本を。書物に救いを求める愚かな者たちよ。なぜお前たちは自分で考えないのだ。それでは弱く愚かになっていくだけだ。なぜ文字を信じる。ただの記号だ。何者が書いたのか考えたことはないか。理由は？はあ、君たちは何の疑いもなく書物の言葉を信じる。ではそれが真実を語っていなければどうするのだ。それは危険なことだ。間違っている。書物に書かれた知識は重要だ。必要なのだ。それほどにも書物が大事か。書物のために何でもするか。ああ、ああ、当然だ。では共に行け。熱い。彼と同意見の者は危険人物とみなす。異論ある者は名乗りを上げよう。こっから銃で撃ちて。よし、諸君の任務はこうだ。さあ町へ出よ。まだ残っている書物を片っ端から集め積み上げたまえ。その後荷車を回すからそこに入れろ。全て灰にしてやる。あ、チャンス。出てっちゃった。
あれ、おります。どこ行った、物乞いか、誰か。暗殺目標、ここのどっかにいるのかい。暗殺目標、どんな嘘つきであろうと書物を書き記すことはできるという、あいつか。単純な事実を思い出したまえ。こんな信用のできない危険な代物は規制しなければならない。この行いは我々がこの罪から解放されるため、うん、勝ちました。これ全部やんの。あ、やってんね。えっほえっほ。えっほえっほ。止まれ。ここは立ち入り禁止。こんなとこにいちゃいかん。正しき行いをしよう。この町には書物の毒に汚された過去がある。痛い。けどやった。勝った。なぜ当たり。なぜこんなことを。人は信じるままに行動していい。心情が違うからという理由で罰する権利はない。どれほど意見が違っていてもだ。どうしろと。学者なら答えは分かっていよう。学ばせればいい。押し付けるのではなく、知識で導くべきではないのか。固定観念だよ。彼らはすでに学びを放棄した。君は全く甘いものだね。これは病気だ、アサシンよ。治療に痛みを伴う病気だ。間違いだ。だからお前を止めに来たのだ。君が守ろうとする書物と私はどちらも同じ知識の源ではないかと思うがね。私を殺すことにはためらいはなしか。多くを救うための犠牲だ。必要なのだ。十字軍の戦意をかきたてているものは聖書。長いな。人はイスラムの経典に従って戦争に身を投じている。書物が争いを招いたのだ。死をもたらしたのだ。こんな私だって犠牲を払っているのだよ。まあいいだろう。お互いに使命は果たした。はい、こんずら。よし。はい。アルタイル君、任務は成功だな。ああ、ジュバエルの火は消し止めた。命もな。素晴らしい。君ならきっとやれると思っていた。ひどいものだ。学者たちは奴に従い、書物ばかりか反対する人間まで火に投じたんだからな。偏った知識は悪を生むだけ。君がしたことは正しいことだ。他の標的と同じく奴も自分が正しいと信じていた。より良き世界を作ると。そりゃそうだろう。気が触れるとそう考えるものだ。ここ数週間見てきたことを思うと、まるで世界がおかしくなったようだ。だからこそ正気を取り戻させようと戦っているのだ。みんなが道を見失っている今、ジュバイルみたいな奴にとっては実に好都合な時代というわけだ。さあ、アルムアリム様が報告をお待ちだ。君の今日の活躍を教えて差し上げろ。安全と平和を。君の上にも。よく戻ってきた。で、守備は？また一人の名が消えました。いよいよあと一息で終わりのようだな。Yes。お前は怪異を取り戻した。一つ、質問があるのですが。聞け、さすれば答えよう。なぜ彼らなのです、ジュバイルとシブラントが。ああ、わからんか？彼らの役目は道ならしだ。古い言葉と新たな援軍、そのどちらにも邪魔されないための。二人を消せば敵の力は弱まる。それなら納得できます。彼らをこのまま放置しておいては我々のしてきたことが無に帰する。すでに敵には相当の打撃を与えたのでは。腕を切り落としたのは確かだが、敵は不死身の怪物だと思え。
また新たな腕を生やしてくるぞ。ならば頭を切り落としとどめを刺します。そうそう、もうすぐなのだよ。我らが究極の目標に達するのを阻む者はあと一人だ。では仕事に戻ります。早く片付ければ早く真の敵に立ち向かえる。アルタイル、逆に一つ聞きたいのだが。何でしょう。では真実はどうだ。自分自身を。我らはこの世をあるがままに見る。人が我らと同じ目を持たんことを。ではこの世とは何か。幻。幻に屈するものもあり、超越するものもある。超越するとは。真理は存在せず、許されぬことはないと認識すること。法は神からではなく理性から生まれる。我らの掟は自由を意味しません。賢くあれとの意味ですね。テンプル騎士団がなぜ脅威なのかわかるな。我らは幻を退けるが、彼らは利用しようとした。そうだ、この世を自分たちの思うように作り変えようとしている。故にわしは秘宝を盗み出させた。厳重に隠したのだ。お前にこの使命を与えたのも、彼らが一人でも残ればまた新世界になるものを想像しようとするからなのだ。この装備を受け取り、最後の一人を始末するのだ。それが済めばロベールはいよいよ孤立するだろう。必ずや。安全と平和を、アルタイル。ふん。ショートブレード。ダメージ増加。